2021年度政府関係機関予算以上3案を一括して議題とし一般的質疑を行います。この際お分かりいたします。3案審査のため本日参考人として元厚生労働省大臣官房統計情報部長姉崎武さん、前内閣総理大臣秘書官中江元也さん、厚生労働省前政策統括官大西康幸さんの出席を求め意見を聴取し、また政府参考人として内閣官房内閣審議官大西昌司さん、内閣官房内閣審議官高橋一郎さん、人事院事務総局職員福祉局長郷田秀樹さん、内閣府大臣官房審議官渡辺清さん、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官長谷川修司さん、金融庁監督局長栗田照久さん、総務省大臣官房政策立案総括審議官横田信孝さん、財務省主税局長星野嗣彦さん、財務省理財局長加部哲夫さん、国税庁次長並木実さん、文部科学省研究開発局長佐伯浩二さん、スポーツ庁次長今里譲さん、厚生労働省大臣官房長城塚由美子さん、厚生労働省健康局長宇都宮治さん、厚生労働省医薬生活衛生局長宮本慎二さん、厚生労働省雇用環境均等局長小林洋二さん、厚生労働省政策統括官藤沢勝弘さん、経済産業省大臣官房商務サービス審議官藤井利光さん、経済産業省大臣官房審議官新井康人さん、国土交通省航空局長海老名邦治さんの出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。小川淳也さん、菅さん、おはようございます。立憲会派の小川淳也です。それでは早速質疑に入らせていただきます。まず昨夜北海道で大きな地震があったという報道に接しております。官房長官、国会に現段階でご説明いただけることがあればお願いしたいと思います。内閣官房長官菅義偉さん。まあ、昨日の時点で大きな事故になるつながるようなことはなかったということの記者会見を確か11時過ぎしました。で、今日日が夜が明けてからですね、確認をしましたところ通常とそんなに変わらないという報告を受けております。小川さん、大変もういつ何時こういう事態になるかわからないという意味で大変なご多忙とまた緊張感の中かと思います。官房長官には一刻も早くこちらの方の対応にお戻りをいただきたいので今日お聞きしたかった点ちょっと早々にお聞きしてご退室委員長のお取り計らいをお願いしたいと思います。まず菅内閣官房長官、今質問します。まだ今からします。はい、官房長官は3月に勤労統計についてです厚労省から説明を受けたというご答弁をすでになさっています。それが姉崎今日いらしていただいている参考人なのか、あるいはそれ以外の方なのか、そしてそれは3月の何日だったのか、昨日ご確認をお願いしておりますのでご答弁をいただきたいと思います。菅内閣官房長官。前回申し上げたんですけれども4年ほど前の話で、正直言って、記憶全くありませんでした。で、私自身当時の秘書官に尋ねたところ厚生労働省から毎月勤労統計について数年ごとの調査結果に段差が生じることに関して統計の専門家の意見を聞くことを検討する旨の説明、これを私自身が受けたようであります。で、誰からということでありますけれども特定の個人までの記憶はありません。厚生労働省の当時の幹部でありますからということです。また日付でありますけれども3月末頃であるということでありまして、ぜひ厚労省の事務方の方でそこは聞いていただきたいというふうに思います。私自身の記憶は正直でそんなことでありました。小川さん、ご答弁受け止めたいと思いますが内閣官房長官の面談記録なりあるいは応答録が定かに確認できないということ自体非常に危機管理あるいは業務管理上不適切だと思います。これはしっかりやっていただきませんと曖昧なご答弁では納得いたしかねます。からもう一点追加でご答弁あればいただきたいと思います。この3月以降今問題になってます9月にこう大きく
事態が展開していくわけですが、3月以降9月の間に厚労省からこの勤労統計に関して何らかの経過報告なり説明を受けたということはございませんか。菅内閣官房長官。まずその私の面談録というのは保存はしておりませんということでした。これは多分そういう扱いになっているということでありました。それで6月から9月でありましたけれども、ご指摘をいただいたその時期に研究会に関する説明や報告、これを厚生労働省から受けた記憶はこれは私にありません。そして当時の秘書官に聞きましたけれども、秘書官もその記録記憶はなかったという、ないということでした。小川さん。これでご退出いただきたいと思いますが、記録がないということは堂々とおっしゃるようなことではありません。そして記憶のあるなしが今最大の問題になっています。そういう意味で改めてこれはちょっと国会政府全体で考えなきゃいけないことかもしれませんね。もし今のようなご答弁が通るのであれば、その点を指摘し、再度北海道の皆様に我々野党一同もですね、心からお見舞いを申し上げ、官房長官のご退出を委員長のお取り計らいをお願いしたいと思います。小川さん。はい、それでは今日皆様のお手元にお配りをした資料をご覧いただきたいと思います。まず委員長、この場をお借りして私率直に申し上げたいことがございます。この資料は昨日の私の質疑を踏まえて厚生労働省からお出しいただいた資料です。率直に申し上げて、ある種感慨深いものがありました。私自身霞が関での勤務の経験から言って必ずあるはずだと思っていたデータを尋ねたわけです。でこれに対して9月14日の何時に書き換え前のファイルが確認できた、そして何時に書き換え後のファイルが確認できた、これは委員長そして野党大阪先生はじめ野党理事、そして元より田中先生はじめ与党理事、そして根本大臣のご決断、また藤沢統括官のご指導、いろいろなことがあってこそ出てきた事実だということで、この限りにおいては私は非常に感謝をしているわけです。と申しますのも、これ、もしこの中継を聞いている霞が関の課長補佐係長、若い方、いらっしゃったら、これ出したくなかったのはよくわかるんです。不都合なことは隠したい。それもよくわかる。しかし、その組織や個人の保身と、そして、一辺の良心といいますか、一辺のこの良識で発見をし、出してくれたということに、非常に何といいますか、こういう本当にささやかな良心によってこの社会は成り立っているということの一端を感じた気がしています。そのことについて心より関係者のご努力に敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。で、しかし一方です。褒めてばっかりいられないので、統括官よく聞いてください。午前中の答弁で、確認しようがない、わからないことなのでわかりませんと答弁しました。で私は確認するようにその前日にお願いをしていて、その気になればおそらく数分から数十分から長くても数時間でできたから午後これが出てきたということです。そこにはもしかしたらなんですが、国会を侮ってるか、野党議員を舐めてるか、あなたのそういう心の準備も含めて非常に不十分な点があった。それで昨日の質疑は止まったわけです。その後5時間の空白ができた。それがなければ今日桜田先生、誰よりも早く5分前に着席されているお姿拝見しました。
桜田先生が時間を見誤って遅刻するということもなかった。であればその後の審議経過にこれは重大な影響を及ぼします。つまりちょっとした不注意、不軽率、もしかしたら悪意がこれだけ重大なことに至っているということを自覚して今日の私の質疑にご答弁をいただきたい。まずこの点について午前中の答弁、非常に不行き届きで不誠実であった。その気になればすぐにできた。このことについてまず統括官の答弁を求めます。厚生労働省藤沢政策統括官。昨日先生のご質問にお答えを申し上げましたけれども、一昨日の事前通告の時点で、当時の担当者に確認をして当日答弁をしてほしいと、そういう事前通告をいただいていたと思いますので、当時の担当者までは確認をさせていただいて、昨日申し上げたような答弁を申し上げたつもりでございます。でただでその際その詳細の記録はその14日から16日の間に、その結論文の書き換えは行われたのかという、ことにつきまして、ご答弁申し上げたつもりでございましたけれども、その間のことについて、さらに、ちゃんと答弁してほしいということでございましたので、その際確認をしますというふうに確認をさせていただきたいというふうに申し上げたつもりでございますが、もしも今ほどご紹介いただきましたようなことを申し上げたのであれば、そこは誤解もなく表現であったと思います。お詫びを申し上げたいと思います。小川さん、以後くれぐれも抜かりのないようにご答弁をお願いしたいと思います。それではこの内容に入りたいと思います。皆様もお手元の資料でご確認をいただきたいと思うんですが、この結論部分が書き換わったのは、確認できる限り、現在の総入れ替えで行うことが適当、つまり結論が書き換わる前の記載は、一番おそらく遅いもので9月14日の14時1分の時点で確認できるということです。一方、サンプル入れ替え方法を、検討する、総入れ替えで行うから、引き続き検討するに、ここで結論が大きく変わっているわけですが、それが同日の22時33分ということであります。つまり、この8時間32分の間に何があったかということなわけです。で、今日、姉崎参考人には、国会にご出席をいただいたことにお礼を申し上げたいと思います。まず9月の14日、姉崎参考人は中江当時の総理秘書官に面会をし、勤労統計の状況等についてご報告をし、さまざま内容のご相談なり、あるいはことと次第によっては中江氏からある問題意識なり示唆を受け取っているということがすでに周知の事実になっておりますので、姉崎参考人ご自身の言葉でご自身の口でその経緯と内容についてご説明いただきたいと思います。厚生労働省姉崎元統計情報部長。まず初めに今回のこの毎月勤労統計をめぐる問題によりまして、統計に対する信頼を失わせるとともに、国民の皆様にご迷惑をおかけしていることにつきまして、統計情報部長をしていた者として、心からお詫びを申し上げたいというふうに思います。本当にそう思っている。それで、9月の14日ですけれども、官邸、すべては記憶ですけれども、官邸のその担当参事官に求められまして、6月のボーナスの状況等について説明に行きました。夏の賞与がどのぐらいかっていうのが大きな関心事だと。
で私からはその際にですね、ちょうどその検討会、毎期の検討会がもう6回目が近かったの で検討会の改善についての検討会のことについても簡単に触れた、その際にですね。で私からはですね、あえてそのコストとか手間をかけてその部分入れ替えをするよりも、まあ、総入れ替えの方が、いいのではないかというような意見がそれまで結構多かったんですけども、ただその部分入れ替えも、正確なデータを取るためには有益であるっていう、まあ、意見もありまして、そうした簡単ですけどこのような議論があるということを、多分秘書官にその簡単に触れて、でその時に秘書官からはいやコストというよりもちゃんと実態をその把握するようなその観点から言うと部分入れ替えということもあるのではないかというようなコメントがありましたというふうに記憶をしております。委員長。小川さん、誠意あるご答弁ありがとうございます。それは何時のことですか。9月14日昨日通告、まあ、記憶をたどっていただくわけですが、それは何時のことですか。厚生労働省姉崎元統計情報部長。お答えをいたします。9月14日の 午後の午後なんですけど、多分早めの時間だったのではないかというふうに思います。委員長。小川さん。それでは率直にお尋ねいたします。今やや曖昧におっしゃったんですが、いろいろと意見があったことはそうだとしても、この時点では8月7日の検討会で全数入れ替えを維持するという結論になっています。この9月14日の時点では依然として、ということは姉崎参考人は中江当時の秘書官に対して、検討会としては全数入れ替えを維持する方向ですという方向感をにじませるお話はされたと私は思うんですが、いかがでしょう。厚生労働省姉崎元統計情報部長。お答えをいたします。その14日に総理秘書官のところに行ったときは担当補佐に言って報告書の最終的な調整というか修正を指示してやっていたのでですね、それなんで秘書官のところに行くときに修正中だったので資料とかは持って行っていなくて、口頭で説明をしていて、そういうことだったので、いずれにしても資料をその時担当課で第6回目の検討会に向けて、修正をしている最中でしたので、こういう結論になるみたいな感じでは言わなかったんじゃないかというふうに思います。調整してたんですすいません。委員長。小川さん、ちょっと怪しいですよご答弁ぶりが。ではもう一つお聞きします。同じ9月14日に当時の研究会の座長であった安倍先生に対して委員外から意見があったので、まあやや検討を少しまあ玉虫色といいますか、引き続き検討というふうに5回目までの議論を修正変更させてほしいという電子メールが言っています。これは誰から何時頃安倍座長に送られたものか、これも昨日確認をお願いしておりますのでご答弁いただきたいと思います。厚生労働省姉崎元統計情報部長。お伝えいたします。私は担当の補佐が委員の方々と どういうやり方というのはメールとか電話ですけれども、どういうやり方で調整していたかということを私は知らないので、それでメールのことは朝日新聞の報道で見ましたけれども、メールについては私は承知していないので、メールについてはすみません、わからないんです。だから時間も私にはわからない。委員長。小川さん。では
通告に従って藤沢統括官から確認した上での答弁を求めます。厚生労働省藤沢政策統括官。はい、厚生労働省の中にそのご指摘 のメールが残っているかどうかにつきましては引き続き確認作業を続けておりますけれども、合わせましてそのご指摘のメールがその厚生労働省から安倍座長に送られたものということでございますので、安倍先生にもですねお願いをして安倍先生のところにも残っているかどうか確認をさせていただけるというふうに考えております。確認してない。何これ、ダメ。宇川さん、これまた止めますか、委員会。はい、厚生労働省藤沢政策統括官。申し訳ございません。安倍先生にも厚生労働省からメールについてですね今出していただけるどうかお願いを申し上げているところでございます。宮川さん、じゃあいつ出してくれるんですか。こんなことで時間使いたくないんだよな。はい、厚生労働省藤沢政策統括官。安倍先生に確認をしていただいて出していただけるかどうかお願いをしているところでございます。なんでそんなことを行政が言うんですか。これダメ、どうしますかね。いや、ダメですよ、こんなの。だからみんな見つかってるんだから、それは必要なの。出してるんですか。それ探してるんでしょ。それだってそんなに外部会社じゃないよ。だって資料だって前からお願いしてる。そうだよ、やってるはずですからね。で与党からも言ってられる。ら時間稼ぎでしょ、うん。いや、ちょっと待ってください。こういうふうにしてください。早く出してくれって言ってる、厚生労働省。もう少ししっかり答弁できませんか。ダメでしょ、だってまだないんだ。はい、厚生労働省藤沢政策統括官。メールにつきましては厚生労働省でも引き続き探す努力を続けていきたいと思いますが、どうやって探してるの。静かにしてください。今答弁中です。当時と比べますとシステムがちょっと変更になっているところがございますので、ちょっと時間かかっているかもしれませんが探索の作業を急ぎたいと思います。委員長、小川さん、ちょっと皆さんご静粛に。皆様ご確認いただきたいと思うんですが、書面で詳細に通告しておりますので、もう 2,3 聞いて同じ答弁であれば全くこの審議は意味がないと判断して続行不能というご判断を委員長からぜひいただきたい。その前提でもう 2,3 お聞きします。姉崎参考人におかれましては、昨日のこの資料を拝見すると非常に苦しい供述をされたと私は受け止めました。つまり9月14日午後早めの時間に今おっしゃった通り中江さんに会ってる。でそこで研究会の報告官についても一定触れた。そしてそこで中江さんからコストの問題よりもという言い方で、当時の研究会の方針とは異なる方針の示唆があった。そしてその日の午後10時半にファイルで入れ替わっているわけです。結論が書き換わっているわけです。であれば普通に考えれば、中江さんとの面談を経て結論を書き換えなければならないと判断をしたあなたが、部下である当時の石原さんか、あるいは手羽香さんに指示をして、この結論を書き換えさせたというのが、どう考えても自然な経過であります。しかし、この供述メモによれば、あなたは書き換えの指示は、前の週11日の金曜日の夜か、14日の月曜日の朝、つまり中江さんに会う前だと
供述をしている。これは本当ですか？信じていいんですか？厚生労働省姉崎元統計情報部長。委員外はもう一人いたってことですか？お答えいたします。確認をされたので、私の記憶の限りでは11日か14日に私の方から言ったというふうにお答えをいたしました。委員長。小川さん。ではなぜですか？何がきっかけで9月の11日または14日の朝に誰に対して結論の書き換えを指示したんですか？厚生労働省姉崎元統計情報部長。お答えいたします。ちょっと私の事情を申し上げますと、この時期ですね、日本年金機構の不正アクセスによる情報流出問題がありまして、私6月から9月までずっとそれの対応で多忙を極めておりまして、特に9月は再発防止策の検討をやっておりまして、私厚生労働省の情報ネットワークシステムの責任者だったものですから、それですごく多忙であったんです。それなので今から本当に思うと、いろんな指示とかがちょっと後手っていうか遅くなったり、なかなか打ち合わせをする時間が、担当課と打ち合わせをする時間がなかなか取れなかったっていうこともあって、それで11日とか14日っていう指示がですね、修正の指示がその遅いタイミングになってしまったということなんです。それで私がなんでその総入れ替え方式だけではなくて部分入れ替え方式の方も両方とも検討する、そういう中間まとめに、どうして私がそういうふうに指示をしたかっていうことなんですけれども、それは一つは第5回目 の、 委員会の時 の、 すごい統計の専門家である豊田先生のやっぱり正確なデータを取るのにはこの部分入れ替えの方式の方が有用であるということをおっしゃって、それで安倍座長もそこのところは報告書を修正しておいてねっていうふうにおっしゃってたっていうことがありますのと、あともう一つ大事なのは11月以降12月、統計委員会で未諮問機関統計の確認作業をやるっていうことが前の年に決まっていまして、それでそこに何て言うんでしょうか、その実施状況の確認なんですけれども、今こういう検討会をやってるっていうことを合わせて説明をしようというふうに思っていたんです。それでその検討会のことをその説明するにあたって、そのうち諮問答申という作業にずっと流れていくわけですので、ですので、統計委員会のその委員の感触っていうか、統計委員会の委員の皆さんがどういうお考えを持っているのかっていうのを、その感触っていうか、それを確認しないうちに、その断定的なもうこれだっていうような結論を先にまとめてしまうのはちょっとリスキーかなっていうのがあって、それで総入れ替え方式も部分入れ替え方式も一応両方とも検討するっていうような整理にしようというふうに私が決めて、ただその指示がですね、先ほど言ったような事情でバタバタと遅くなってしまったっていう、そういうことであります。委員長。小川さん。まあ苦しい辻褄合わせを一生懸命されてるとしか受け止められない答弁です。では通告に従って統括官の答弁を求めます。当時姉崎さんから結論を書き換えるように指示を受けたのは誰ですか？そしてそれはいつ、なぜと、その当時の担当者は言いましたか？確認をした上での答弁を求めています。何の会議
厚生労働省藤沢政策統括官。これ普通であれば、指示を受けたのは担当補佐だと思われますけれども、その後に確認をいたしましたところ、11日または14日の何時ごろに、指示を受けたかについては失礼しました、記憶がないというふうに申しております。またその指示の理由とかですね、あるいは自分が本人がどのように受け止めたかについても記憶にないと、そういうふうに申しております。小川さん。まあよくできた口裏合わせになってるじゃないですか。これは委員長、メールの中身が出てきませんと、この記憶を戦わせ認識を戦わせただけでは真相事実が明らかになりません。メールを出していただくまでこれ審議やめましょうか。こんなバカバカしい話に付き合ってられないですよ。ちょっと場内は協議してくれませんか。これメールなしでこんな水かけ論やり続けるのかどうか。総務大臣やってるから分かるんだけど、そんなに簡単にメールが出るものではない。システム変えた後だから、僕が言ってることでも強引すぎる。だから静かにしてください。メールを出すって約束をしてるんだから、あんまりそうやって取り上げるってことじゃない。いやいや、ちょっとそれはね、ちょっと私も聞いてておかしいと思います。ちょっと田中一言話してください。ちょっと変なことします。いや、ちょっとこれはね、大阪さん、いや、ちょっと待ってください。ひどいよ。あのね、ないと言ってるわけではないんだから、そこはそれで全部資料が出て止めてたら議論ができますから。いや、探しているんでしょ。じゃあちょっと預かって、こう資料が出ないたびにこういうことをやってしまったら、もう少し具体的なことを言ってもらえます。具体的に今どういう作業をしているか。わかりました、はい、下がってください。わかりました。厚生労働省に申し上げます。今確認中ということですけれども、具体的にどういう作業を今しているところか、作業手順ぐらいはきちっと話をしてください。なぜ今出せないか、今どういう作業中なので、ということをきちっと分かるよう説明してください。お前じゃないのか。厚生労働省藤沢政策統括官。安倍さんにいつ聞いてるかも明確にしてくださいよ。省内の探索作業を急ぎますとともに、国家からのお求めがございましたら、安倍先生のご了解を得て提出をしたいと考えております。小川さん。では委員長、ぜひ国会として求めていただきたいと思います。今筆頭間でも話がありましたので、理事会でしっかり責任を持って協議をさせていただきたいと思います。小川さん。委員長。では中江参考人にお聞きします。これだけのやり取りをいたしましたので、少しご記憶が戻ったんではないかと思いますけれども、改めて9月の14日席を一つ挟んでお隣におられる姉崎さんの顔をちょっとよく見てください。9月の14日姉崎さんから勤労統計並びに勤労統計研究会の報告官について説明なり報告を受けましたね。その上で問題意識を示唆されたでしょう。いい加減正直にご答弁をいただきたいと思います。中江前内閣総理大臣秘書官。これ前回もそうですし、昨日もそうですし、今日も記憶のありのままをお話申し上げております。9月14日に厚労省の花崎さんと宮野さんが来られたということでありますけれども、私正直にそのような
ことを思い出せません。そこはもうその通りでございます。それでもしかしたらその時に今、部長、元部長の方からそういうようなご説明あって私あったとしたらですね、私としてはもうもともと当初からの問題意識からすればですね、経済の実態をよりタイムリーに表す方策としてその部分入れ替えということがあるんであれば、そうした考え方についても専門的に進めてもらってはどうかというようなことを申し上げたかもしれませんが、いずれにせよその専門家の方々から方々がもう検討されているわけですから、そういうようなことであえて申し上げればということで申し上げたかもしれませんが、私も もう、総理秘書官長くやってましたけれども、これ4年弱前の話でありますので、本当に申し訳ありませんが覚えておりません。小川さん、じゃあ今頃になって姉崎さんからこんなこと言われるのは迷惑だと言わんばかりの答弁じゃないですか。姉崎さん、これ本当に職責かけてやってたと思いますよ。いろいろ当時賃金の水準が議論になってたことは事実ですからね。悪い数字が出たら官邸から怒られる、統計方法にまで不信がられて困ってるという状況でご説明に行ったはずですよ。それを今みたいに思い出せません、記憶がありません。もしそれが本当だとしたら、これ財務省の関税局長として不適格ですよ。これからどれだけの難題に向き合うんですか。不適格だ。姉崎さんにお伺いします。姉崎さんはこの日の記憶があるわけでして、中江さんからあまりコストの問題ということではなく、まあ、制度論として考えるのも選択としてあるのではないかという示唆を受けたわけであります。それはどの程度重く受け止められたか、それをお聞きします。厚生労働省、姉崎元統計情報部長。お答えいたします。総理秘書官のところには3月の31日と9月の2回だけお伺いしたんですけれども、9月14日ですね。で、検討会のことについて触れたのは9月の14日だけですけれども、で、3月31日の時にそのギャップ修正について、ギャップ修正というのはサンプル入れ替えによって過去に遡って数値がずっと変わってしまうということについて説明に行った時に、その総理秘書官からは、どうしてこのサンプル入れ替えしたら昨日までこう言ってた数字がなんでこんなふうに変わってしまうのか、それはちょっと分かりにくいというか、もっとその経済 その実態を表すようなそのだから何ていうのかな、ものにできないかというかですね、そういうようなコメントがあって、私はそれはコメントと受け止めて、で、9月の14日に検討会について触れた時もに、そのさっきおっしゃったようなコメントがあったと記憶してるんですけど、それは私が3月31日に行った時と基本的には同じようなコメントをいただいたんだというふうに理解をいたしました。委員長。小川さん、当時の総理秘書官、まあ、昨日もちょっと指摘したんですが、森友問題でも財務省がフル回転している時期です。それから賭け問題でも柳瀬さんはじめ総理秘書官がフル稼働している時です。ちょうどこの15年の2月3月から秋にかけてはおそらく総理官邸は相当我が世の春だったんじゃないですか。総理の、まあ、14年の総選挙の圧勝から年が明けて非常に政治基盤、権力基盤も固まり、官僚の人事権も圧倒的に掌握をし、総理秘書官の影響力、存在感、まさに我が世の春で、我が物顔で、
個人的な見解とおっしゃるが、仮にそうだとしたら、一体何の権限でおっしゃってんですか。中井さん、何の権限を持って、総理秘書官の法的権限、そんな権限あるんですか。何の権限に基づいて個人的見解を姉崎さんに伝えたのか、中井さんの答弁を求めます。中江前内閣総理大臣秘書官。小川委員にお答え申し上げます。総理秘書官としては、担当する政策の一つ一つについて、私は、この財務省、金融庁だけではなく、厚労省の部分も担当しておりました。そういう中で各省庁から説明を伺って、議論することっていうのは当然常々あるわけでございまして、議論する中で個人的な見解を伝えたということでありまして、先ほどから、これまでも何度もご答弁、委員にもご答弁申し上げておりますが、こういうこれまで3年間出していた数値が大幅に遡って変わるということを聞いて、それは全数入れ替えをしていることだからということですから、私はそれは本当にそういうやり方がいいのかどうか、それは私はもうもちろん統計の専門家でもありませんけれども、そういうことであれば統計の専門家の意見を聞いてみて、経済の実態を表す、そのために統計の専門家の意見を聞いてみてはいかがですかということを申し上げたわけで、私としてはそれは当然の総理秘書官としても当然の対応だったと思っております。静かに。それで、それはもちろんその数値をどうこうしてくれとか、不適切な統計方法を取って変なことをやってくれとか、そんなことを申し上げるつもりは毛頭ございません。それでこの後は検討会、厚労省でも真剣に検討されたと思います。で、その後統計委員会というところでまた専門家の方々がいろいろ専門的な議論を戦わせて、最後、今回の、なんて言うんでしょうか、部分入れ替えという方式になったというふうに私は理解しております。委員長。小川さん。じゃあ、中井さん、ちょっと聞き方変えますね。変わるのはおかしいということですが、これ、下がったから文句言ったんでしょ？上がったら文句言ってないでしょ？それぐらい、当時、賃金水準が政権として、相当関心事項であった。だから下がったから文句を言った。上がったら言ってなかった。と私は思いますが、いかがですか。中江前内閣総理大臣秘書官。その新しく、2015年1月に、全数499人以下の全数特会して、それで、新しく出てきた数値のことを申し上げているんではないんです、私は。そこはご理解ください。それまでの2012年、2013年、2014年の伸び率が遡って改定されると。それなりにプラスになっていた数字がマイナスにバタバタと変わっていくと。それは、そうすると問題ではないですかと。別にそれは遡って上がったとしても、それは、その統計の何て言うんでしょうか、その連続性っていうんですか、今ちょっとその時にそういう言葉を思いついたかどうかは分かりませんけれども、その時の経済の実態を表すという観点からは、上であろうが下であろうが大きく変わるのはどうかというのが私の当時の問題意識でございます。小川さん。上がったら言ってないと思いますよ。総理大臣秘書官の職務なんですがね、内閣法の23条、秘書官は内閣総理大臣の命を受け、事務を司る、事務を助けるのが仕事なんですよ。総理には報告も相談もしていないという中江さんのご答弁ですが、少なくとも総理のご意向を忖度か、推測か、総理のご意向に沿った形で仕事をしようと。あるいは少なくとも総理の意向に反して仕事をするはずはないということをお認めいただけますね。中江前内閣総理大臣秘書官。
なるんだ。おわびに ご答弁申し上げます。これまでも申し上げておりましたが、専門家の意見を聞くなど改善の可能性について考えるべきではないかという問題意識を持ったのは私でございまして、それを伝えたのもそれは私個人秘書官である私の考えであります、個人としての考えであります、総理の指示ではありません。それでもちろん私は総理の、秘書的業務に従事する総理秘書官室の一員でございましたけれども、総理秘書官として担当する政策の一つ一つについて総理の指示を受けていたわけではございません。総理の指示を受けずに各省庁からの説明を聞き、先ほどもご説明いたしましたように、ご答弁申し上げましたように議論することは常々ございます。議論する中で個人的な見解を伝えたということでございまして、何ら問題があったものとは考えておりません。小川さん、これ一つ一つというよりね、重大な変更に至ってるからこれだけ問題になってるんです、勤労統計のやり方がね。でそれをもし総理に一切報告せずに、あなたの一存が仮に大きな影響力となってやらせていたとしたら大問題ですよ。総理に報告も相談もせずに一体何の権限に基づいてやってんだという話になる。時間が限られてきましたので、姉崎さんに最後2点お聞きします。ちょっと遡るんですが、3月に報告に行ったとき、15年の3月に報告に行ったときに、中江さんから問題意識の示唆を受けています。このときもですね。で、6月に研究会を立ち上げるんです。統括官はじめ、それまでも問題意識を持っていた、それはそうだと私も思うんですよ。しかし、70年やってきた調査方式を、ここへ来て急に変えるだの、変えないだの、の研究会を立ち上げたことは、相当な決意なりきっかけなり、踏ん切りがつかなければできなかったと私は思うんです。したがって3月に報告に行き、研究会を6月に立ち上げたのは、中井秘書官からの問題意識の示唆が大きな原因でしたね。厚生労働省、姉崎元統計情報部長。お答えをいたします。今、委員のご質問 の、 総理秘書官の示唆が大きな原因になったかってということについてお答えをすると、それは違います。違うというのは、私は総理秘書官の先ほどのご発言は指示とかではなくてコメントをいただいたというふうに受け止めておりましたので、従いまして6月に検討会を開催するという時も一度も総理秘書官のところにこういうことをやりますとかっていう報告に行ったことがないんです。それはなぜかというと、指示をされてれば行きますけど、指示されたわけではなくて、私がやろうと思ってやっていたので、その後9月にボーナスのことを説明するまでの間、私は一度も総理秘書官のところに説明に行ったことがありません。それでその検討会なんですけれども、かねてやっぱり3年とかごとに過去に遡って数値が変わってしまうと、昨日までプラスだって言ってたのに、いきなり今日になったらマイナスになってしまうって、これはなかなか分かりにくいんだっていうのは、それは何て言うんでしょうか、統計ユーザーにとって分かりにくい意見っていうのはあって、で担当課ではちょっと簡潔そういう問題意識を持っていて、で実は私も若い頃から経済企画庁とかいろんなところで分析をしていて、なんだこの統計はとずいぶんに思っていたので、それなので12月に統計委員会のその見諮問機関統計の確認作業ということもあったので、ちょうど統計情報部長になったので、ちょうどいい見直すのにいい機会だということで始めた。あと特に発表後にエコノミスト等の皆さんから、なんてお騒がせな統計なんだとか、別に変わったのですごいお騒がせな統計だとかサプライズだとかショックだとかっていうお言葉がたくさんあって、やっぱり世の中もみんなそうだよなっていうふうに思ったので、それで検討会をやろうというふうに決めました。委員長。小川さん、じゃあもう一つお聞きしますね。最後の9月の研究会で
まあ、大きく結論が変わるわけです。で、以後、研究会を招集し、本当にどうしていくのか、改めて委員の皆様にご相談したいと、あなたがおっしゃって、研究会を閉じてるんです。で、以後二度と研究会開かれてません。残念ながらあなたは9月の末に異動になってますから、それ以降のことに直接の責任はない。しかし、異動になった際に、後任の小川統計部長に、何らかの引き継ぎをしているはずだし、あるいは研究会がこの後一切開かれていないことについて、不自然だと思っても不思議ではない。その引き継ぎ、そして研究会がここで立ち消えになったことについて、認識を伺います。厚生労働省、姉崎元統計情報部長。ちょっと簡潔にお願いします。時間残り少ない。すいません、私は先ほど言いました、中間報告を両論癖的にしたのは、12月の統計委員会に報告したときに、委員の皆さんの感触を確認してから最終的にまとめようというふうに思っていたので、それで年明け以降にもう一回開こうというふうに思っていました。それですので、後任には検討会で中間的な報告を整理したこと、それから11月以降に統計委員会で確認作業があるので、そのときにこの検討の状況について報告をして、で、統計委員会の委員の皆さんを感触を経た上で、年明け以降にまた研究会をやって、それでまとめたらどうですかっていう、という引き継ぎをしました。委員長。小川さん。では、小川部長はその引き継ぎを受けたはずなのに、やっていないことになります。小川部長の参考人招致を求めます。五国理事会にて協議いたします。最後に、今朝の日経新聞の報道ですが、研究会の安倍座長は、第6回、まあ、最後の会合の直前に、電話でも小職員と話した。電話で小職員から、厚労省の職員から連絡があった。第6回会合の直前ですよ。結論は決めず、厚労省にフリーハンドを与えてほしいと言われた。と証言しています。この電話をした職員は姉崎さんですか？姉崎さんの部下ですか？厚生労働省、姉崎元統計情報部長。お答えいたします。私は検討会の場で安倍座長と会う以外に、安倍座長と打ち合わせをしたり連絡をしたことが一度もないので、私ではありません。委員長。小川さん。では、この電話をした職員が誰かも確認の上、追って委員会に報告を求めたいと思います。委員長、お聞きの通りです。記憶や認識同士を戦わせても、十分生産的な議論にならない。これは非常に残念なことであり、決定的な事実は、メールが出てこないと。今そこで証言された、それぞれ証言されましたよ。それが本当かどうかは、メールを見ないとわかりません。必ずこのメールの提出を、一刻も早く、予算審議中にお出しいただくことを、改めて委員長にお願い申し上げます。先ほども、エアと筆頭間でご協議をいただきました。詳細は五国理事会で協議をしますけれども、受け止めさせていただきます。小川さん。それでは、統計問題については引き続き、後続質疑者に譲りたいと思います。2点だけちょっと、通告外ですが、お聞きしたいと思います。まず、麻生財務大臣、元総裁としてお聞きしたいんです。非常に経験ある元自民党総裁としてお聞きしたいんです。御党の田畑議員の離党なり、今回の問題は大変残念なことであり、まあ、言語道断だと思います。で、これに対して、御党の伊吹元衆議院議長が、問題にならないようにやらないと、ん？問題にならないようにやらないとダメだ。同じことをやるにしても。ちょっと私、これ、真意を図りかねてるんですけれども、同じことをやるにしても、おそらく女性とのトラブルでしょうか。あるいは女性との交際でしょうか。問題にならないようにやらないとダメだ。同じことをやるにしても。
という伊吹さんの発言について、元自民党総裁として、非常に経験豊かな麻生副総理のご見解をお聞きしたいと思います。財務大臣麻生太郎さん。何の経験が豊かだという前提ですか、今。女性問題に関しての経験が豊かというように聞こえるような発言ですけれども、確認します。そういう意味ではありませんね。小川さん。違います。麻生財務大臣。あとではめられちゃかなわんからね、これね。ねえ。あなたに認めたじゃないかと言われても困りますんで、あらかじめ断っておかないと大阪さん聞いていただいたと思いますんで、その上で、伊吹さんの発言自体も、あなたの読み方見てでも理解できませんし、伊吹さんが何と言われたかという確認もできていませんから、答弁のしようがありません。小川さん。はい。まあ本当に、残念な反応が続いていると思います。最後に桜田大臣、すみません、お待たせしました。昨日の委員会の遅刻に関しては十分反省をしておられると思います。お詫びもいただきました。で、理由もお述べになられました。つまり先立つ質疑が中断したことを受けて時間の目測を誤ったというふうに理解しています。ただもう一つちょっと突っ込んでお聞きしておきたいんです。ここは危機管理の問題でありますので、私は通常秘書官なり国会連絡室からですね、委員会の時間運びというのはこれまあ生物であり生き物ですからどうなるかわからないという前提のもとに、まあ例えば5分前到着、10分前到着、あるいは答弁の打ち合わせがあるんであれば30分前到着、1時間前到着を促されていたはずだと思うんです。で、したがって答弁の中断、委員会審議の中断があったとしても、その時私は、秘書官なり、国会連絡室が、大臣早く行きましょうと言った、ノー大臣が、いやいや中断してるからいいんだよ、とおっしゃったのか。それとも大臣が早く行こうと言ったにもかかわらず、秘書官や連絡室が、いやいや止まってますから大丈夫ですよ、もうちょっとゆっくりしましょう、と言った結果なのか。いずれの結果なのか、はっきりさせてください。国務大臣桜田義孝さん。前の質疑が予定時刻より遅れて開始されたこと、その後2度にわたり中断していたことから進行状況を見つつ大臣室において予算委員会の質疑に向けて打ち合わせをしておりました。まあ、その後前の質疑が再開されると同時に残余の質疑時間を五刻に回すことになり、直ちに大臣室を出発したものの、到着が今井議員の質疑開始予定時刻より遅れてしまいました。いずれにしても時間に遅れた人、深くお詫び申し上げます。委員長。小川さん。ちょっとはっきりさせていただきたいんですが、大臣の判断ミスですか、大臣ご自身の判断ミスですか、あるいは私は秘書官、そして国会連絡室にも責任があると思うんですが、いずれの判断ミスですか、そこをちょっとはっきりさせていただきたい。桜田国務大臣。国会に関する日程管理が事務的に十分に行われなかったのが原因でございますが、最終的には私の責任でございます。小川さん。ご答弁受け止めました。今日は本当に早くからお越しでございましたので、以後もしっかりと拝見をさせていただきたいと思います。なお石田総務大臣、誠に申し訳ございません。統計全般についてお聞きする予定でございましたが、時間のお都合によりまた次回にさせていただきたいと思います。お忙しい中ありがとうございました。それでは委員長、重ねてになりますが、今日、大変私も大事なこの1時間というお時間をいただいた割には、なかなか事実関係を明らかにするには至りませんでした。認識を戦わせるに終わったわけであります。で、重ねてでありますが、今日の一連のご発言なり、証言が本当かどうかは、このメールの中身次第でございまして、改めて一刻も早い国会への提出を求めまして、ひとまず質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて小川さんの質疑は終了いたしました。次に。